着物着方教室佐久間です。今回は皆さんがよくお持ちの半幅身の長さ3メーターね60から70のものを使って花札結び結んでみましたよ。花札結びの形はこのような形ですよ。あら、花札と言ってもカルタ結びに似てるよねって思われた方、大正解です。大正解なんですけども、私このねカルタ結びというのがちょっと苦手なんですね。一日着物を着てパタパタと動いているとどうしてもね中で結び上げてない分だけちょっと不安な感じがします。そしてどうしても帯締めを入れてみたくなってたんですね。そこでちょっと改善をしてみましたよ。中で手先をちゃんと結ぶことで安定感、そしてね結び目がありますのでカルタよりは少しふっくらとした形に仕上がりました。どうしてもカルタ結び私のように苦手と言われる方は、なんとなく不安定っていう方、そしてなんとなく自分のお尻が目立って嫌、こういうね悩み多いと思います。今日のこの花札結び、そのね、お悩み2つ解決しますよ。この後実践編で詳しくお伝えします。悩みがあって今までカルタに挑戦できなかった方、ぜひ花札でこのような形遊んでみてくださいね。必ず結べますよ。それでは花札結び結んでまいります。その前にいつも帯板の下にはモスの伊達締めしてますよっていう風にねお伝えするんですけども、帯板の下モスの伊達締めどんな風に結んでるんですかという質問も受けましたので、今日はこの姿からスタートです。モスの伊達締めおすすめする理由は、この後帯板をつけた時に帯板と伊達締めが滑らずに襟元が崩れないということと、着想する時にもね伊達締め使いやすいんですね。通常の博多織の伊達締めとかね、シャーリングのものとかもそうですけども、伊達締めの幅のまま紐のとこまで幅が広くなってます。お気楽屋のオリジナルモスの伊達締めは結ぶとこは紐状に加工がしてあります。ですので背中で折り返してぺったんこにするね動作がいらないんですね。そして背中はフラットに簡単に仕上げることができます。そして帯板ですよね。今からつける帯板もそんなにギュッギュッて締めなくっても、体に沿ってれば、私結構ね力でギュッギュッギュッってやってますよ。帯板がずれることがないんですね。帯板がずれなければ、何回レッスンで帯を結んで仕上げて回してまた違う結びで練習をしても襟元が崩れることがないです。帯はね回ればいいというものではなく、最後きれいに着上がるということが目的ですよね。ですのでぜひ帯板の下にはモスの伊達締めされてみてください。この仕方から今日は始めていきます。クリップは今日は2つ使っていきます。最初は中心に1つです。あと1つ仮止めに使いますので手の届くとこに置いておいてください。半幅帯です。今日は皆さんがよくお持ちの長さ3メーター60センチから70センチの結びでできますのでね、ご用意してくださいね。手先の長さから測っていきましょう。基本の55センチを測ったら、ここから2手を足していきます。2手足したとこは真ん中のクリップです。手先折り上げて右の肩に預けておきます。折り上げたとこ右手で軽
軽く押さえたら左手、お袖がね中に入りますから扱って帯の上、左手で背中まで、右手で迎えに行って、その場で自分が回ってください。1回目の引き締め、左手はこのまま、右手は外側、じわっと空気を抜きましょう。帯は2周巻き、もう一度左手で背中、右手で迎えに行く、その場で回るです。2回目は手が変わりますよ。右手は帯の下、手にかぶせておきましょう。左手は指先で帯の下、はい、空気を押しながら背中まで、内側の1枚も引き締めましたからストッパー、はい、じわーって引き締めです。左手右脇まで迎えに行って、左まで、手先を下ろしたら真ん中のクリップ、半幅帯ですから右脇下に移動ですよね。右脇下を止めておきましょう。クリップで止めたら手を離します。前にある手先を下から頂戴して、左脇に裏返します。右手が上、左手が下、両手が前に出ていったら左から上に重ねて半分折り、内側の耳を揃えながら一番上まで、この折り切れないとこ、左手の親指で帯板と帯の間に戻しておきましょう。今日の花札結び、手先結びをしていきますよ。クリップ止めたとこから斜めに折り上げ、もう1回折り上げましょう。2回です。手先を上に重ねたら、はい、一結びです。一結びしたら右手に持ってる手先をまっすぐ立てましょう。手先の元を開きます。ここで振り分けてお羽を作っていきますよ。本当に短い人は最初の手先短めに取っていただいて大丈夫です。今日私の3メーター70センチ弱でしたら、長めに取って折り返すことでこの角がシャキッとしてきます。右下のクリップで羽の端っこ、もう一つのクリップで反対側、端っこを仮止めしておきましょう。下にあるのはタレになります。タレ元を裏返しますよ。できるだけここ開いておきましょう。タレ先を帯板と帯の間に、はい、入れていきます。はい、下から引き出しましょう。この時に、はい、もうクリップ取って大丈夫です。今日は名前の花札結びという結びですから、少しね粋に作りたいんですね。ってことはここあまり引き締めずにペッタコに仕上げていきますよ。はい、下から持ち上げてもう一度です。同じとこに何回かやってみられて、この引き出す垂れ先の長さがちょうどよくなるような手先の長さ取られるとね、次からが楽になりますよ。はい、ここでずれてるとこを直していきます。お羽の長さも見ていきましょう。はい、これで回します。右のお袖を上げたら左脇持ち上げて、スルスルスルです。後ろに行ったかな。で、お羽触って確認です。これで花札結び出来上がりです。手先で中で一結びしてますのでね、ボリュームが少しありますよね。あまりフラットすぎるのも、なんとなくお尻の出っ張り気になるのって言われる方は、ぜひこの結びチャレンジされてみてください。お気楽屋の着物着方教室でした。